どうも、小池徹平でございます。本日ですよね、コラボ企画でございます。さあ、スペシャルゲストなんですけれども、全く来る気配がございません。もう約束の時間をとっくに過ぎているんです。まあ、始める時間にはなったので始めさせてもらってはいるんですけど、せっかくなんでね、今日僕どこに来てるかと言いますと、こちらでございます。ダダーン、見てください、この絵。ほら、すごいでしょ。ここは恵比寿にあります海良の湯というところに来ております。海良の湯さんといえばですね、本当に僕がね、普通にプライベートで来させてもらってるところでございまして、とても馴染みのあるサウナというか、まあ銭湯ですかね、施設でございます。本日はなんと貸し切りにしていただきまして、もうなんてありがたいんでしょう。こんな贅沢いいんでしょうか。まだ来ないか、こんだけ繋いでいるのに。あれ、これソロパターンある？さあ、来ました、来た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 。ゆっくりとゆっくりと駐車されてます。来ました、ゲスト。さあ、ゆっくり、あ、プッてさあ、皆さんご存知、武田真治さんでございます。いやいやいや、武田さん、久しぶり。約15分と遅刻ですが、理由をはっきりさせてもらう。あのね、家がまあ出れないね。ほんとごめん。お久しぶりですね。元気？元気です、元気です。ちょっとどうですか、外国の子。いや、じゃない。かわいいね。いやいや、でも言うてもね、武田さん、ジュノンボーイの大先輩、第2回なんだよね。はい、グランプリ、グランプリですよね。そう、取られてて、僕も第14回のグランプリで、ですね、ちなみに今回一緒にここの海良の湯さんというサウナを一緒に入りましょうという企画なんですけども。サウナ入ったことないよ。え、ほんまっすか。嘘ついてないですよね。嘘ついてない。僕も大好きな、大好きなのサウナなんで、ぜひ。サウナ、はい、サウナ。かっけー。なんで、しんじ君にも今回サウナの魅力というか、ぜひハマっていただきたいなというか。いやー、それは難しいな。いやいや、だって暑いんでしょ。暑いです、ものすごい。だって今日もう今すごい暑いよ、はい、ここよりもっと暑いですから。涼しいとこ行かない。はい、今日はでも特別に貸し切りをしていただいて、はい、普段3時からなんですけど、こんな朝の48歳だから。あ、そうなんです、僕はね、37です。だいたい空いてれば37。サウナーです。あ、ありがとうございます。失礼しました。じゃあ私変えますね。長いですね。一回止めます。いやいや、じゃあ、いいなーにするわ。いいな、サウナーいいなーにしてみるよ。サウナーいいなーということで、これも服脱ぐの。皆さんそれを期待してるんじゃないですか。いやいや、やめて。うわー、めちゃくちゃいい体っすね、やっぱり。そんなことないんだよ、そんなことないんだよ、やめて。嬉しいね、てっちゃんでるけど、筋肉系なかなかないんで。え、俺だけが裸の回なの。さあ、準備ができました。俺かっこ悪くね。水着持ってきていいよとか連絡くれないと。いや、僕も昨日言われたんです、水着で。昨日言われたんなら昨日連絡くれない。いや、絶対言われてると思ったんで。ここより太いパイプはないよ。そうですね。俺もやめてよ、なんかこういたずらやめて、これは。いや、そんなことじゃないですよ。そんなこと言って、てっちゃん、はい、てっちゃん、うぅ、神ブラみたいに上手にバストトップが隠れてる。NG ではないです、僕、全然乳首は。そうです、乳首 NG ではないですけどね。じゃあ、行きましょうか。はい、飲み物持ってって。あ、持ってって大丈夫です、置いとく場所があるんで。そうなんですか。はい、ちょっとサウナ、じゃあ入っていきましょう、うん、あー、いいですね、あったかい。あ、なんかおしゃれ。そうなんですよ。どうですか、この銭湯とかの感じ。これ会員制のクラブの、ね、おしゃれですよね、すごい、ラグジュアリーがいい感じですけど。これ、髪も濡らすもんだね。あ、全然どっちでもいいですよ。じゃあ、水着しますね。じゃあ、こうかな。お、こういうもの。素晴らしい。うわ、終わった、すごい。行きましょう、どうぞ。うわ、行ってきます。おお、
よいしょ。うわー暗い。いいっすね。横いいっすか。今からします。今から5分行ってみようか。結構きついっすか。今から5分行ってみます。まだまだ大丈夫。これえらく進むの早くない。これね、12分時計なんですよ。基本1分で数字が1個動くんで、とりあえず10に目指してみましょうか。10目指そうか。僕だいたい7、8分ぐらいですね。1回戦というか。もうバーは熱いよ。いいっすね。なんかこのういういしい感じ、本当になんかあんまり来られない感じですか、サウナ今日。ほとんどっていうか初めて。いやー嬉しいなー。あ、きれい。結構そのリラックス効果、ふーって一回なんかこう落ち着いたりとするんで、血流がなくなってそういう効果が得られるんで、割とこう集中力アップとかもそうですし、なんか結構僕は自律神経も安定したりとかするイメージありますね。じゃあ最後に水風呂。うわー気持ちいい。あ、気持ちいいと思う自分で。あ、嬉しい。あ、最高っすね。どうですか。ちょっと通うかもしれんな。ありがとうございます。やったこれはちょっと大成功じゃないですか。さあ、無事にサウナ終わりましたけども、イエーイ。あ、なんかちょっと元気になった感じあります。すげえスッキリしてる。ちょっと整ったっていう感じが今まさにこんな感じだと思うんですけど、うん、あのね、今宇宙の始まりについて考えてるもんね。はい、ビッグバンだよね。ちょっと頭がおかしくなられてる。ちょっと暑すぎましたかね、サウナがね。そのようだね。サウナ教えてくれてありがとう。いえいえ、とんでもないです。気持ちよかった。ちょっとね、本当に申し訳ないけど、ちょっと否定派だったの。あ、そうなんですか。うん、なんかやっぱり内側から汗をかいて、はい、自分の力でこう水分を飛ばさないと、うんうんうん、なんかこう、筋力の伴わない発汗みたいになって、なんかしおれちゃうんじゃないかみたいに思ってたんだけど、気持ちよかった、ね。うわー、嬉しい言葉ですよ。うん、こうやって一人、また新たなサウナが誕生したということで、ちょっと自分、はい、昨日までの自分を恥じるんで。そこまでですか。そんな反省するぐらい。僕あのシンジ君のチャンネルとかも出たいんですけど。出てくれる。え、いいですか。うん、シンジタケダ。そう、バカにしてんだろ。シンジタケダチャンネル。武田シンジのシンジ。シンジタケダチャンネル、はい、はい。今ここで言わせてもらうわ。はい、とにかく YouTube っていうのは引っかかりが大切だから、はい、武田真治で検索する人もいれば、うん、真治武田って言って検索を、ね、はい、海外からする人もいるから、はい、そういうのを盛り込んだチャンネル名にしようって、武田真治の真治武田っていうチャンネル名にしたら、まあ来てくれる人、来てくれる人バカにするね。そんなことないですけどね、真治武田。俺バカにしてる。出たいっすね。あ、本当。じゃあ、はい、この後そのまま行かない。あ、いいっすか。来てくれる？行きますね、そのままじゃあ。整ってますから。そうだね、はい、俺たち今整ってますから。